味噌は龍ラジエド県でございます。はい、今回もこちらずっとトーンエクスワンを持ってスタジオに出かけよう。はい、ということでやっていきましょう。今回トーンエクスワンに入れてきたのはね、フリードマンね、ダーティーシャーリーでいいんでしょうか。読み方が間違ってたら飛んだ赤っ恥です。はい、もう英語だからさね、まあ多分大丈夫だと信じたい。一応フリードマンの、まあうちで言うと BOD をね、私使っておりますが、それよりも新しいやつですかね。でね、一応ねクランチなんとかって書いてあったんで、クランチセッティングでのでこう入ってるのかもしれないですね。まあその辺はちょっと詳細わかんないですが、まあこのフリードマンのダーティーシャーリーというこのコンパクトと、ペダルとですね、アンプは JCM の800とね、これでいつもね通りやっていきたいと思います。今回も使ったことはありません。セッティングですが、ボリュームは全開です。はい、で、原因が9時、ね、になっております。よろしくお願いいたします。で、あ、これを言っとかないとね、800の時はフェンダーだなんてね、言っておきながら、今日こちらシャーベルでございます。なぜかね、ギターをいつも持ってる、これね、これ私これにいつも入れているんですが、こちらに、前回ねタウラスを取った時に、シャーベルでね行ったんですけども、そのまま、入れ替えるのを忘れて持ってきてしまいました。まあ、単純に間違えました。まあ、許してください。まあ別にいっかということで、まあとにかく800のみの音からいきたいと思います。よろしくお願いいたします。そう、こっちの方が出力高いんで、ちょっと歪みも多めです。はい、せい、押してみよう、しるしばだだ先生。じゃあいじってまいりましょう。まずはね、ここにあったやつがここ原因をここめっちゃ歪むわ。これギターのせいです。それはギターのせい。はい。いつもこんなに歪まないからね。ちょっと下げてておこうか。ね、原因だけ。ま、マーシャルのね、800のね、いつも7ですけども6にしてみます。これぐらいにしときましょうね。じゃあ、原因をもうちょっと上げてみます。
ということでいかがだったでしょうかね、ダーティーシャーリーですかね、うん、フリードマンの、うん、これね使ったことないんですけども、これが出た時はちょっと欲しいなと思って、実況ねもちろん弾いたことはないんですけども、欲しいなと思ったことがあったので YouTube とかでね結構この音をね確認はしていたんですが、まあやっぱ動画にした音と、まあ要は収録した音と現地でこうアンプから出てくる直接ね出てくる音はまた全然違うので、まあ何とも言えないところではありますが、うんうん、まあでもなんかフリードマンっぽいなという感じはしますね。うん、なんかそういう歪み方というかね、うん、はちょっと感じることができたので、まあ実機もこういう感じなのかなとちょっと思いました。うん、そうね、まあ、感想はそんな感じなんですけども、まあ、実機をじゃあ、調べて買いたいかっていうと買うかは分からないですけども試走はしてみたいですね、うん、あの本物、うん、とは思いました、うん、それどういうこと What? つまりそれはどういうこと、ね、それは、ここに、ご想像にお任せいたしますということで終わりましょうかね。はい、ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価お願いします。それではまたお会いいたしましょう。おしまい、バイバーイ。